どうも、大悟です。引き続き、夕日の中からお送りしますが、夕日をバックにお送りしますけど、今日はですね、まあ、皆さんもね、別に大掃除の時期じゃないと思うんですけど、まあ、そろそろは部署が変わったりとかさ、新年度が始まったりとか、いろいろするじゃないですか。で、この時にですね、やっぱり大事なのは、自分の環境を変えてったりとか、あとはですね、新しいことにチャレンジしたいんだったら、フットワークを軽くするために、余計なものを減らす必要がありますから、持ってるものでもそうだし、人間関係でもそうだし、予定でも何でもそうなんですけど、とりあえずね、まあ、物を捨てるところから始めましょう。なんでかっていうと、物が一番楽なんです。そう、人間関係切るのは辛いじゃん。あとはですね、仕事とか予定とか切るのはもっと辛いんですよ。そう、怖いし嫌われるんじゃないかとか思うので、でもまずはですね、いわゆる物を捨てることによって自分がですね、そのいわゆる決断をするためのトレーニングしていくと良いということで、今日はですね、いらないものが処分できない人のためのですね、動画、をご紹介したいと思います。はい、まあ思い出の品とかあるじゃないですか。なんとなく捨てられない思い出の品、もう本当に大事な思い出の品はいいよ。でもなんとなく捨てられないなんか思い出の品とかあるじゃん。旅行行った時のなんかものとか、子供の頃にもらったトロフィーみたいなのとか、なんかそういうのいろいろありますよね。取っててもしょうがないと分かってるのにみたいな。で、こういうですね、なんとなく捨てれないものを捨てるにはどうすればいいのっていうですね、方法をですね、なんと論文からご紹介します。これ面白いですよね。論文なんですよ。そう、不要なものが処分できないっていうですね、問題をですね、調べてくれた論文がございます。そう、簡単に捨てれるような方法ですね。これしかもですね、ペンシルベニア州立大学の研究で797人の学生が対象になってます。結構多いですね。で、学期末の直前にですね、不要なものを寄付しようっていうキャンペーンを行ったんです。つまり捨てるというか、不要なものですね、あなたのいらないものを寄付してくださいっていうキャンペーンを行ったんですね。で、学生にですね、2つのパターンで呼びかけて、どっちのパターンの方が、いわゆる不要なものを処分することができたか、学生が寄付することができたかってことを調べましたってですね、こういう研究になります。一つ目はですね、普通の呼びかけです。単にですね、いらないものを寄付してねっていう風にですね、こうアナウンスした、場合ですね、これはパターン1ですね。パターン2は撮影してくださいっていうですね、ことを言うんですよ。どういうことって思う人いると思うんですけど、具体的に言うとですね、例えばいらないものを自分にとって不要なものを集めたら、まずそれを写真に撮ってそれから寄付してくださいっていう風にですね、お願いしたんですね。はい、これ2つはですね、何の違いがあるかというと、本当写真を撮るだけです。いらないものとかを集めて、その写真を撮って寄付するのか、撮らないで寄付するのか、これだけですね。はい、でたったこれだけのですね、作業でですね、寄付率が上がるのかどうかということを調べたんですよ。で、結論から言うとですね、普通の呼びかけをすると533アイテムが寄付されたんですね。で、撮影を促す呼びかけをプラスしてアナウンスすると、なんとですね、613アイテムが寄付されたんですよ。明らかにですね、こう寄付、そのいわゆる学生たちが自分が持ってるものをですね、手放す率が上がったんですよ。で、これなんでかっていうとですね、実はこの撮影することによる心理的なですね、効果がめちゃくちゃ大事で、僕らってなんで物が捨てられないかっていうと、どちらかっていうと、物にまつわる記憶とか、その記憶にまつわるアイデンティティみたいなものが捨てられないんですよ。例えば子供の頃の思い出っていうのは、子供の頃にこういう人間だった自分の今の性格を作るために、こういう思い出があってこういうことを考えたんだなみたいなものとか、あの頃は、自分はね、いじめられる子だったけど、今は自分が立ち直ることができて、こういう風にこういろんなことができるようになった、僕の場合ですよ、できるようになったと。で、そのための証拠だからみたいにして取っとこうって思うわけですよね。そう、で、結局僕らが取っておきたいものって物じゃなくて記憶なんですよ。ってことは、記憶を保存できるような状態にしてあげれば、物って処分しやすくなるんじゃないのってことを考えたんですね。このペンシルベニア大学の研究なんですね。面白いですよね、これね。そう。で、実際ですね、写真でも動画でもいいから、この不要品の記憶がちゃんと残るよっていうですね、実感を与えてあげる、ということをですね、行うと誰でも物捨てられるんじゃないのってことをですね、仮説して立てて、で、実験して、まあ、やっぱりそうできたっていう、そういうお話なんですよね。で、結局、アイデンティティって何なのっていうとですね、例えばですよ、自分が物が捨てられない理由をですね、アイデンティティに絡めて考えるんですよ。まあそうですね、じゃあなんかこう症状みたいな、子供の頃もらった症状が捨てられないとしますよね。そう、なんかこう表彰みたいなやつ。そう。で、これなんでかっていうと、例えばその持ってるものの記録としては、その、例えば何かのコンテストで優勝したみたいなですね、そういう症状ですと。で、アイデンティティとしてはどういうことかっていうと、これアイデンティティをですね、考えるのが大事なんですよ。なぜその症状を取っておきたいかっていうと、その症状によって、あ、自分はあの時に部活とか、まあなんかクラブ活動とかで頑張ってみんなに認められるような成果を出したんだっていう、その自分が誇らしい、その自分の自尊心がその症状に込められてるわけですよ。で、この2つをですね、考えましょうということなんです。つまり物の記憶は何かなって考えたら、自分が、あの大会で優勝した時の記憶、じゃあその優勝した時の記憶がどういうふうにアイデンティティを作ってるんだろうかってことを考えると、あ、優勝した誇らしい自分っていうのは今でも持ちたいというふうに思ってるんだなっていうふうに考えるんです。で、ここまで考えて写真を撮ってあげると捨てられるようになるんですね。これ面白いですよね。そう、だから自分のアイデンティティにどういうふうに寄与してるかってことを考えれば、そのものの、自体がなくなっても記憶さえ残ってれば、いつでもですね、まあ、そのまあ自分のアイデンティティと共にあるというふうに考えるようになって、物が捨てやすくなるということなんですね。だから物の記憶さえ抑えておけば、アイデンティティも捨ててくるし、
ものが捨てやすくなりますよって、そういうお話なんですよね。だから僕らがですね、捨てられないものは自分が持ってるものじゃなくて、あのそのものにまつわる記憶なんですよね。だから記憶が、今の時代はスマホとかありますから、記憶が残るようにしてあげれば、あのものはね捨てられるよねって、そういうお話なんですよね。確かにそうだ、確かにそうです。本当に大事なものとかはあれですよ、なんかこう親の形見とか、そういうのは捨てなくてもいいと思うんですけど、まあやっぱりね、あのもう使わないし別にそんなに見もしないんだけど、でもなんとなく捨てられないみたいなものに関してはですね、あのこうやって写真を撮ってあげて、まあ自分のね大事な記憶のフォルダとかを作ってもらって、でこの記憶のフォルダとか作るのすごくいいですよ。自分にとっての大切な思い出とかいう名前のフォルダを作って、そこに入れとくんですよ。こうすると大切にしまい込むイメージ、記憶をしまって、ものは、まあ、ありがとうっつってさようならすると。でこういうことやっていけばですね、いいんじゃないかなと。で皆さんのね、多分ね、その何となく捨てられないものとか大事なものとかも、あのあれですよ、あのね散らかった状態で埃かぶってる、かぶったりとかね、でそういう散らかってる状態が皆さんにその心理的なストレスを与えて、皆さんの可能性を奪うくらいだったら、あの捨ててもらった方がいいというふうに思ってるはずなんですよね。まあ、普通に考えればね、そう、本当に皆さんのこと、真に皆さんのことを思うならね、なんかよくあのほら親が残したものが捨てられないっていう人とかねいますし、僕もまあ母親の形見とか大事に持ってますから、すごいね気持ちはわかるんですけども、それによってですね、残された皆さんの生活が圧迫されたりとかすることをですね、亡くなった人は望まないと思うし、皆さんの過去の思い出も皆さんが前に進むためにあるわけで、前に進めるんだったらいいですよ。でもそれがあの障害になるんだったら、あのね記憶の中にちゃんと忘れないで置いてあげて、でそれでですね、あのそのものは捨てた方がですね、倉庫の中でですね思い出してもらえずにですね、埃かぶって眠ってるぐらいだったら、あ、ね、記憶の中にですねずっとあって、時々ね見返すことができる、スマホとかフォルダの中に入っていって、で過去のね自分の思い出とかをですね時々見るようにしてあげればですね、その方がですね絶対にその物が物として残ってるよりかは、ちゃんと皆さんの記憶になりアイデンティティになってる方がね、物も幸せだと思うんで、そういう風に考えていただいて、ぜひですね、処分するときは感謝の心を持って、撮影してアイデンティティを噛み締めて物を処分してもらえばなというふうに思います。はい、ちょっといい話になりましたね。はい、というわけで今日はですね、さらにプラスアルファで皆さんの片付けをですね、加速させるテクニックをですね3つご紹介しますので、よかったらコメント欄見てください。1つ目、決断力をね、鍛える片付けのテクニックですね。これ何かというと、片付けを使ってあの決断力のトレーニングをしましょう。で普通片付けて物を捨てるだけってイメージがあるんですけど、そうじゃなくて物を捨てることによって、もちろんワークスペースも確保できるし、あの自分のですね、あの集中力とかも保てるようになるし、さらにですね決断力が、あの優先順位とか決断力がつけれるようになるんですから、決断力トレーニングして物を捨てるってことをやってみてください。こうすると、ただ捨てて損をするとかなくなるんじゃなくて、捨てることによって自分が決断力が高まってるんだっていうふうに思っていただければですね、まあ、トレーニングとしてできると思うんで、物を捨てるときもその経験を無駄にしないということをぜひ考えるためにも、決断力を上げる片付けチェックしてみてください。これが1個目の動画ですね。で2つ目の動画、コメント欄2つ目の動画、年収が上がる片付け考察ということで、年収がですね高い人たちの特徴とか、年収が上がるですねことをですね、いろいろ考察しながら、それとですね片付けを結びつけるっていう、ちょっと面白い放送ですね。どういうふうに片付けて、例えばね仕事場が散らかってる人と散らかってない人ではどういう違いがあるのかって、そういうところからですね、年収が上がる片付け方法をですね考察した内容になってますね。よかったらこれ2つ目チェックしてみてください。最後3つ目ですね。3つ目、片付けるべきは実は、ね、物よりもですね、なんで物を片付けるかというと、片付けのテクニックをですね、学んでいただいて、取捨選択決断力をですね鍛えていただいて、そこからですね人間関係とか、めんどくさい やらなくていい、ね、習慣とかね、作業とか、あとは悪い習慣とか、こういうものをですね片付けていくのが最終目標です。最終的には人間関係と悪い習慣と、やらなくていいこと、無駄なこと、無駄な作業、これをですね片付けていくことがですね、片付けのですね、ゴールです、はい、科学的片付けのゴールです。そうするとですね人生がより良い方向に進むので、というわけでですね、一番最後、これ決断力を上げる片付けとかやった後やるといいと思うんですけど、悪い習慣の片付け方ですね、3つ目の、動画でご紹介されますので、よかったらこれにチェックしてみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。バイバイ。